か我何自慢な。これ焼きますわ、今から。サバね。いちごっぱの 50% 引き。何自慢な。はい、なら。え、こんちくわ。もう、酒おませんね。もう、わずかですね。2.7 リットルおませんね。長いこと飲んでませんでして。あと何回？ 1 回？ 2 回？あー、2回やな。2回。でこれこれが食べたかった。あのね、サバね、サバ、これサバ、サバにこれ、こっちが本命、これをこれをもうちょっと先ひっくり返しますね。サバをひっくり返して、でこれ生姜、しょうがない、大量大量漬け、はい、いただきます。うっす、ほんまにこれハマる、めちゃくちゃハマる。え、生姜残っとったんじゃん、リアル生姜。え、生姜じゃなかったっけ、サバテなんか分からんようになってきた。え、生姜じゃなかったか。え、大根おろし生姜じゃないんか。なんかもう訳分からんようになってきた。いただきます。もう完全に頭いかれたもん。いいボケ方できるんかな。辛い、塩かけすぎた。こんなもん待つね。待つね。野菜も高いのにね、ありがたい。生野菜はね、やっぱりちょっとあんまり食べるけど食べるくせえへん。なんか煮た野菜がね、マジ食べて、もうずっとここ 4,5 ね、前のあの介護の会社おるときはね、お昼ご飯社長が作ってくれとったから、あのそういう野菜系統をね、よう作ってくれてはったんですよ。だからよかったんやけど、芋はそんな自分でなかなか炊けませんやん。だから言ってそんなあんまり炊いた野菜とかあんま売ってませんやん。
けで美味しい。洗わずにそのままを洗うん忘れてるわ。いわ無洗米を洗うのと一緒ですわ。無洗米は言うても炊くからね、熱湯やから、まあ言うても菌は死にません。なんか。野菜が美味しい。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。からのもう卵がね、ちょっとかぶりダブりすぎてね、往生してまんねん。別に腹減ってへんねんけどね、冷蔵庫開けたらね、ようさん卵買って、日々も過ぎとるし、無理越しですわ。もうこれ無理越し焼いとこう思うか、食べとこう思うて、酒飲もやってれんわ。やってれん。もう酒飲んで寝ますわ。酒飲んで歯磨いてシーパップして寝ますわ。え、うっす。最近シーパップもね、ちょっとサボってはないんやけど、どうしても先寝てまいりますね。先寝て起きてシーパップやから。また先生に怒られるわ。けど CPAP したらなんぼでも寝れる気する。まあ言ったら晩の9時ぐらい寝ようとしますやん。なまあ1時とか2時に目覚めますやん。で、普通やったらそのまま起きてますやん。けど、ああ、まだ CPAP するの忘れてるわ、思って CPAP して寝ますね。ほんで普通に寝れるもんね。それが、もうその時間帯でまたいいんですよ。まだシープアップせんと朝の4時ぐらいに目覚めるとしますやん。だいたいいつも6時ぐらいに起きるんですけど、シープアップしますやん。ほんなも6時起きられん。目覚めたらもう7時とか8時とかね。だからやっぱいいんかな。
っぱり先生もね、だって夜に目覚めるはね、その無呼吸やからやでって言い張る。一回寝てるとこ取っとかなあかんね。どんだけあれなんか。記録でね、いびきもどんな感じで書いてるのか知りたいし。そうしよう。一回取っとこ。それ見ます？見ます？おっさん寝てんの。自分で見る分には楽しいかもしれない。楽しないな。卵おいしい。卵もちょっと安くなってきましたね。感じておきますわ。寝ますわ。いつもすんません。もうこんなんでいつも見てもうて、ほんますんません。ほんますんません。あのいろんなネタそれ言うなっちゅうまたまたあのね、あのまた見てください。すんません。いただきます。チャンネル登録してね。もしまた見たのを持ってくれる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。